三笠宮家の次女陽子様が今日鹿児島市で開かれている福祉イベントの特別講演に出席されました。今日午後、陽子様は鹿児島市の会場に到着し、福祉用具の活用方法などを紹介するイベントの特別講演に出席されました。講演には陽子様が名誉総裁を務め、難聴の人を支援する NPO 法人の中石真一郎理事長が登壇しました。中石理事長は、社会参加を維持したり認知症を予防するために、高齢化による難聴を早期発見することの重要性を呼びかけました。講演後、陽子様は自身も難聴であることを明かし、今後もこうした活動を続ける意欲を示されました。若い子たちにも聞こえているのか聞こえていないのかというのが分かるような、分かりやすいような場所、環境、そういった地域づくりも含めてできたらいいのかなというふうには私は思っています。活動を、力強くというか前向きにどんどんとやっていきたいなと。